はい、どうも、皆さん、こんにちは。新たです。新たなアナウンサー、クりアってまいりました。いやー、ということで、なんか、ず、れてんな。はい、そう、そうですね。えっと、そうですね。はい。今回ですね、えケー、K、プラちゃんたちのですね、ケーコン LA、こちら、ラビエンローズを見ていきたいと思います。収録ボタンを押してよろしくお願いします。大変話題になっている、このステージ。ちょっとね、もう一目見んとぞと思いまして、SNS、出てくるじゃないですか。我慢してました。ということで、見ていきたいと思います。レッツラー、ガッツォお

Mm やすごい曲だなこうやって聞くとやっぱりうんうんうん いや…いやチェーヒョンちゃんすごいわねヨンちゃん…うん Ah! Uh, Who? Mm. Mm. Wow. すご,ーーーすごいはあいやすごいなんかなんでしょうねこの感情はねいや,ーやとんでもない名曲だなっていうふうにちょっと改めて思いますしえだからこれはだからアイ o ワンのファンの方たちが見たらまたちょっと 心境が違うんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますし、ね、ケ,ケプリアの方が見たらまた、見え方が変わってくるのかななんていうふうに思ったりもしますけども、いやでもすごい曲だし、すごいダンスだなっていうふうに改めて思いますね。ちょっとそのダンスの観点で言うと、すごい特徴的なんですよね。アイズワンさんたちのダンスってやっぱり。ちょっと、ちょっと、なんでしょう。 他のグループさんとは一線を弾いて踊ってる感じがやっぱりあって、大人数だからこそ、どういう風に踊ったら綺麗か美しいかみたいなその世界観、ちょっとファンタジーな要素を表現するのがうまいなっていう風に思って、その世界観ですよね。だからね、このこうちょっと持ち上げていくところとか、やっぱ手の使い方が本当にすごすぎて、 こんなに鮮やかに踊れることあるのっていうぐらい衝撃を受けた覚えがありますけれどもそれはやっぱりこう改めてその後輩ちゃんたちチームがこうやって踊っていくっていうところですよね。で何かお話によるともともと友人ちゃんがえと所属されていたチームで楽曲をやる予定だったかもしれないみたいなやるかもしれなかった曲っていうのを。 今こうしてケプラーとして、ユジンちゃんがデビューして、ここでカバーをするっていう、この巡り合わせとは一体何なんだろうか、みたいな、そういうドラマ性もあったりとかしていて、ただ、まず踊ってる、そのケプラーの皆さんを見ていて思うのは、めちゃくちゃ楽曲に対するリスペクトが伝わってくるっていうところですね。うーん、とんでもないプレッシャーもあると思いますし、この曲をカバーするって、 よほどですよ。だいぶハードル高いと思いますから。ですし、この大人数のチームさんでないと、やっぱりできないところもあると思いますし、その、アイズワンさんたちの,あの世界観を表現するだけの、やっぱり実力もないとできないですし、いや、すごいな。なるほど。いや、すごい伝わってきます。本家さんたちへの、なんか、念ですね。 感謝の念とも取れますし、まあ、リスペクトとも取れますしすごいなんかちょっとこうやりたかった曲ですっていうもうなんかそれ以上のビッグリスペクトを感じます細部にわたってうわーこれはすごいなーいやーそうかだからアイズワンさんたちの楽曲がこうしてその下の台の方たちによってこうパフォーマンスされていく 時代なんですねっていうところもちょっとね、なんかこう、しみじみ感じているところでもありますし。いやーなんか、そう考えると、な、なんか、だってまだ、その、この曲をやってた方たちは、まだ活動してるわけじゃないですか。ただその、アイズワンっていうチームがもうないのかっていう、なんか、ちょっとそういう気持ちにもなりますね。な、なんでしょうね。あの、その、なんですかね、ゴリゴリの、その、アイズワンさん、 のファンであったっていうわけではなく、もう、客観的に K-POP を見てて、相澤さんってすごいなって思って、見てた、この、僕ですらこの感傷に浸るっていうことは、いや、多分ファンの方とかからすると、うわ、これ、ちょっとなんか、涙、涙なのかなわかんない。どういう気持ちなのかなっていうのも踏まえながら、結構今なんかね、わかんないですけど、このメロディーを聞くだけでもすごいことですし、やっぱり。 この歩いてくるところとかでこれあれですね会場にいる方たちもララララララの部分とか一緒に口ずさんでいらっしゃいますしいやそうよね僕このチェヨンちゃんのあの「タララランラン」の部分の踏み込みにあの並々ならぬ思いを感じてるんですよちょっと。 ここですこここですこれすごい深いチェヨンちゃん深いすごいわねいやーえー、ぐいすごいなもう絶対に 失礼のないようにというか本当にやらせていただきますっていう気持ちがねヨウンちゃんとかからバキバキに伝ってくるですねラララの部分の跳ね方の揃い具合とかいやーやりきりましたねケープラーちゃんたちこれすごいわ いやで9人だからまたちょっとパートの分配とかも変わってくるとは思いますけどいやーなんかすごいなめちゃくちゃいいですねでこれを見てまたちょっと相澤さんたちのパフォーマンス見たいなっていうふうに思う。 ところですよねだからねそう思わせてくれるケプラちゃんたちですよやっぱりその曲をちゃんと色あせない状態でやっぱりパフォーマンスしてるっていうところじゃないですかなんかそのなんだろうなこういい曲だよなやっぱりなっていうふうに見てる人たちがここまでこう思うっていうことはやっぱりそれだけ完成度が高いっていうことだと思うので。 いやー、いいですね、ちょっと。めちゃくちゃいいですね。すごいな。結構、くらいました。うーん。ちょっと、もう一回ミュージックビデオとか過去の、ね、ステージもう一回見に行こうっていうふうになりました、今。改めて。これはもう、ケプラちゃんたちにも大きな拍手ですし、改めてね、ちょっと、アイズワンさんたちの偉大さも感じましたね、これは。すごい。 ヘ p ポップってすごいなってなるな。またこうなると。ということで、現場からは以上でございます。皆さんの仮装もよろしければぜひ聞かせていただけたら嬉しいでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。い。